皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。今回ですけれども、始める前に、前回の、動画でですね、フレンドさんの募集をさせていただいているんですけれども、フレンドさんの、数字を見て、わかる通り、たくさんのですね、今のところご応募いただいております。本当にありがとうございます。動画のコメントもですね、すべて読まさせていただいておりますので、その動画のコメントに関しては、ちょっと一人一人ちょっとご返事、できないんですけれども、フレンドの、承認させていただく方が、動画でまたお知らせさせていただくのに、確定しましたら、またご返事とさせていただきますので、よろしくお願いします。本当まだあと、明日、明後日ぐらいまでは、ちょっと期間持たさせてもらって募集させていただいてますので、また申請いただいてない方いらっしゃいましたら、どしどしといただければなと思います。そしてこれフレンドさんのこの23が50になると、多分その枠がいっぱいかなんかで申請ができなくなると思いますので、そういったことにもしなれば、コメントですとか DM でその旨のこと書いていただいておれば、対応はさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はこのガチャをちょっと引こうかなと思います。例のごとくね、あんまり引けないというか、今の個数では10連しか引けないんですけど、物語任務とか、いろいろもろもろ、やれば、20連ぐらいは引ける数にはなるかなとは思うんですけれども、とりあえずそうですね、30だけでも引こうかなという感じですね。割引が、でかいんで、やろうかなというところです。で、今期で新規で、実装されております、滅のペインですね。スキル、も優秀ですし、特に特筆すべきはどうでしょう。これ、アビリティ2の方かなと思うんですけれども、だいぶダメージを軽減するような形。リングとかで、より一層の軽減があるのであれば、なかなか落ちにくいキャラになってくるのかなというところではありますし、相手にこの派の、忍びが、いてる場合は、スキル、アビリティ1で、また欠乏状態になったりですとか、スキル1では確実にキャンセルしたりとか、ペインっぽいっちゃペインっぽいですよね、この辺は。というわけで、今回はこれを引いていこうかなと思います。はい。で、この下の、新任発信ですかね、ピックアップ、イタチがピックアップされてるわけなんですけれども、発信のイタチは持ってるんで、どっち、って感じですね。上のイタチも、カブとか。カブとか来た、出てきた都合上、ちょっと苦しくなってんのかな、というような感じ。で、下の星6の新任発信のキャラに対しては、このペイン欲しいですね。このペイン。強いですもんね、まだまだ。下のこのコラに関しては、ってとこ、これはもういいか。いつものやつね、いつもの。つうわけで、10連、行きましょうか。お願いします。タップ立てばよ。さあ行きましょう。あ、これでもね、ガチャ1回目じゃないんですよ、確か。単発で引いた後ですね、多分。落としていけばよかったですね。3回目。あ、3回目で。はい、3枚目。4枚目。5枚目。6枚目。7枚目。8枚目。きついかな。9枚目。10枚目。あ、これ全部星5なんですね。はい。ラストっすね。はい。オペインで締めるぞ。というところで、今回はちょっとね、辛い結果にはなりましたけれども、どうやろな。多分、次、溜まっても、わへんかもしれんすね。でも個人、ペイン自体は強いとは思うんですけども、自分の編成上、ちょっとなかなか、入るのは難しいか。昇級試験っていう意味では、ちょっとどうやろ入らへんかな、っていうところ。一回使ってみんとわからん部分はかなりあって、
うん。やっぱ強いなと思ったら入れるかもしれませんし、まあ、当たればね、当たれば。というような感じで欲しくなるかもしれないですけど、まあ今のところは、うん、ステイって感じですね。はい。というところで、今回はガチャ、まあ、10連だけですけれども、やりましたが、まあ残念ながら、まあそらそらね、そうそう当たるもんじゃないんで、しゃあないですね。はい、というわけで今回の動画はここでお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。